イドル日本をご覧の皆さん、こんにちは、伊藤ねねです。今私は2本目の DVD の撮影に来ています。今回はですね、なんと馬に乗れちゃったんですね。乗馬をすることができて、それも DVD の中に入っていますし、今回私が乗馬したのはなんと3歳の頃以来ということで、すごく楽しみにしてきました。それ以外にもすごく綺麗なフラワーバスだったりとか、また1本目の私とも全然違った雰囲気のものが見れると思うので、ぜひ皆さんご覧ください。よろしくお願いします。撮影中一番楽しかったことはやっぱり乗馬ができたことです。私音フェチで馬の歩くひづめの音が実は大好きなので、また馬に乗りつつそれも聞けつつ、もう最高の撮影でした。撮影中一番驚いたことは、海での撮影シーンの時に波がすごくて、思ったより来たんですよ、浜辺に。だからそしたらサンダルが、ビーチサンダルが持っていかれかけたことです。家に帰ってまず最初にすることは、靴下を脱いで部屋着に着替えます。人以外に変身するなら猫になりたいです。しかも綺麗な猫になりたい。ペルシャとかそっち系の猫になりたいです。言われて嬉しい言葉はいっぱいありますね。可愛いだったり綺麗だったり、なんかお芝居上手だねって言ってもらえたりとか、ですかね。いっぱいあります。何でも嬉しい。今までのお仕事で一番印象に残っているものは、そうですね、なんか一番というよりか、私なんか水に濡れることが多くて、すごい以前防水スプレーの CM の時にもうなんか何十テイクも水を浴びました。今回のね、グラビアの撮影でも水に入ったりとか波に飲まれたりとかいろいろありました。一日男性に生まれ変わるなら、そうですね、野球やってみたいです。やったことがないので野球ですかね、はい。男性のどんな仕草にドキッとするか、なんだろうな、なんか萌え袖が好きです、冬場の男性のニットとか、はい。夏だったら腕まくりする仕草が好きです。はい、普段料理はよく好きでします。得意料理はそうだな、オムライスとか肉じゃがとか、なんかザ定番な料理が得意です。今回、はい、2作目の DVD ということで、また1作目の私とは違う、顔が見れると思いますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。